こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です、まあ、今ね、えー、ポルトガルを旅行中なんですけどポルトガルのポルトでですね、えー、美味しいスイーツを食べたんで、まあ、ちょっとシェアさせていただきたいと思いますこれね、えー、要は卵タルトなんですけどまあ本来私ねあんまり甘いものはそんな好きじゃないんですね まあだけど名物だっていうしねまあちっちゃい食べ物なんでまあこれぐらいなら食えるかなと思ってまあちょっと食べてみようというのでねえ試してみましたこのねファブリカあなたね泊まってるところのね割と近くの通り道なんで23度通ってねいつも人いるんでそんなうまいのかいと気にはなったんですけどまあちょっと写真撮ったらねこのお兄さんがえ何写真撮るのって感じでこう見てて で、写真1枚撮ったらね、わざわざ写しやすくこうやって手で持ち上げてくれてね、まあ、そこまでやってもらっちゃね、えー、見て写真撮っただけって言って帰るのもなんだし、まあ食べてみようと思って食べました。こうやってね、実演して作ってるのが見れて、たんまり焼いて、ね、割と並んで買ってると。まあこんな、ね、まあ見た目的にはまあ、まあ、焼き菓子ね。 まあ、卵タルト私卵日,本語の日本の甘い卵タルトを食べたことないんでね、えーまあ、この見た目が、まあ、日本のものと比べてどうかよく分かんないですけどまあ普通、まあ、特にまずそうには見えないけど激うまには見えないという感じですね、えー、一緒に、えー、飲んだのがジンジャーニャっていうね、えー、チェリーのお酒チョコレートの器に入ってて器ごと食べれます でね、甘い酒と甘いお菓子だけだと気持ち悪いんで、えー、エスプレッソも頼みました。で値段はなんと全部で2.8ユーロ、320、ね、三十円ですね。甘いお酒、ジンジャーニャーが1.5ユーロ、一番高くて、この肝心の感動したお菓子は1ユーロ、まあ、120円くらいで。しかもね、セットで買うと0.3ユーロ割引になるから、まあ、実質100円くらいの。 ね、お金で食べた、えー、お菓子と、まあ、どっちにしろ安いですよねお酒とお菓子とエスプレッソで280円、まあ、これはね、えー、劇的に安いなと思いましたで食べてみた感想なんですけど今までね食べた甘いお菓子の中でもしかしたら一番美味しかったかもしれないってぐらい美味しかったですね えー、ちなみにベスト1、2、3はね、こうつつけがたいんですけど、まあ、どうでもいい山崎のあんまん、普通に食べたら全く美味しくないんですけど、まあ、日光の寒い中、スケートやってね、ブルブル震えながら、寒いな、腹減ったなって言った後に食べたのはすごい美味しかったと。あと、やはり日光の、ねえー、金谷ホテルの入り口のところにあるステーキハウス、三橋のニルバーナ。当時は、ね、そんなな高級な えー、ケーキとか食ったことなかった小学生時代に初めてニルバーナーを食べた時はね感動的に美味しかったのを覚えてますね、まあ、ただその後ねなんか800円のプリンとかね1200円のケーキとか食べましたけど、まあ、うまかったんだかまずかったんだか、まあ、値段が高いってことしか覚えてないんだまあ美味しくなかったんでしょうねっていうイメージしかなかったんですけど今日食べたこの卵タルトね、えー、思わずこれはもうこの感想を私の拙い えー、文章力で伝えられないと、ねまあ、動画でしゃべりは伝えられるのかどうかわかんないですけど、まあ、少なくとも、ね、動画でしゃべった方が文章よりは伝えられるかなというぐらい美味しかったです、ね、この店のこの卵タルトがうまいのかはたまたポルト全体であるいはポルトガル全体でこのね卵タルトがうまいのかわかんないですけど今回の旅行でね、えー、バンコク、えー、それからパリリオン でポルトと来てるんですけどまあいろいろね高いお酒やら高い食事も多少はしましたけどそれでもこの圧倒的に100円そこそこのね卵タルトがうまかったというのに変わりないんで、まあ、是非この、ね、ポルトガルに来て卵タルトを食べる機会があればいやそうじゃないですねポルトガルに来たらもうこの卵タルト食えという感じですね。 他のものもいろいろ食べたんですけど、まあ、美味しいと言われてる割にはね、ま,あ、まずくはないけど、そんなすごい美味しいものと比べたらね、みんな美味しくないし、まあ、感動的にはうまくないだろうと。ましてね、えー、パリ、リオンと、ね、美食の街を回った後に来たねなおさらかもしれないんですけど、多少安いかもしれないけど、そんなんやっぱうまくはないな。日本人の口に合うとは言われてるけど、日本で食べるもんにはね、かなわないななんて思ってたところに、 お腹いっぱいでね食べ,食べるかどうしようかなと迷ってる中で食べたこの卵タルト絶品でしたねげっが出そうな状態で食べて美味しかったんでもしかしたらねもうちょっとお腹減ってるとかねあるいは、えー、食べる前の3時のおやつとかねいう時に食べたらさらに激うまかもしれないというのはまた試していますけど何しろかにしろまさか100円そこそこのこのスイーツがね感動的にうまいとは、えー、夢にも思いませんでした ポルト恐るべしという感じなんでねちょっとシェアさせていただきますポルトの卵たルと美味しいです以上天満アカデミー堀秀夫でした